フランスメディア・インテリジェンス・オンラインが1月20日、中国社会科学院が台湾侵攻後に従う国際社会の制裁に耐える戦略づくりに着手したと報じました。彼らは戦略的目標として、台湾へ、アメリカへ、中国への3つの方向性を掲げています。それでは、それぞれを見ていきましょう。なぜ、この情報を台湾に流したのでしょうか。何を企んでいるのでしょうか。 それは台湾のの内部分裂をを助長すするるためプレッシャーをかけるのですなぜなら長い間台湾に認知戦を行っており二大政党の闘争は言うまでもなく台湾国内でさまざまな声があるのをずっと前から知っていたからですしたがってその弱点につけ込んで利用すると考えているのですですから私たちは常に人々に注意を促しています 中共が語る統一戦線工作というのは敵の内面を探りどんなに小さな矛盾でも見逃さず収集がつかないほど拡大化するのです目的は何でしょうか内部を自ら分断させるためですまず相手の団結力を分断させ無抵抗にさせますそして一人ずつ倒して一人ずつ滅ぼします毛沢東がいつも言っていたように三本の指であなたの五本の指を食べます このように四と一に分けてまずあなたの一を食べましたそしてさらにあなたを三と一に分けてまた食べましたそしてまた分けて食べる分けて食べる止まることなく分けますこれが敵を分断する戦術ですプレッシャーをかけるというのは台湾を内部分裂させることです台湾の一部の人は中共を恐れすぎて本当に中共の罠に引っかかりました ペロシ米下院議長が去年、台湾訪問したことでも、マッカーシー米下院議長が台湾訪問検討の件にせよ、台湾国内では、すでに大きな論争と分裂が起きています。論争するのは民主主義国家では普通のことで別にいいのですが、ただし、論争の後は、敵の有利な面ばかりに目を向け、自分たちの不利な点に着目するのではなく、双方の意見を一致させることが大事です。 ということは中共が水面下でしていることはすでに効果を発揮しているのですマッカーシー議長がまだ来ていないのに中共はもうもう反発しています台湾国内でもすでに様々な意見が聞こえていますあと数週間このことがだんだんはっきりしてきたら中共は必ずこれを利用して台湾に対する次の認知戦を行いますどれだけの人が騙されるか見てみましょう つまり一言で言えば中共が一体台湾に対して何を狙っているか台湾の青緑白の各政党はちゃんと理解するべきです台湾に対する戦略的目標は以上です2つ目アメリカに対する戦略的目標です簡単に言うと交渉の切り札を作るのです私たちは今中共の認知戦やプロパガンダにしばしば晒されています 中共のプロパガンダをうのみする人は、アメリカは中共よりずっとひどいと思っているでしょう。中共は今、軍事にせよ、軍隊、武装にせよ、アメリカをはるかに凌駕しています。経済面でもアメリカを追い抜く勢いです。技術の特許はたくさんあり、文化の面も、価値観も、いろいろな面でアメリカを追い抜いています。中共があらゆる面でアメリカに勝っているというと、アメリカは下火になりつつあると思うかもしれません。今台湾の中で 過去に交換を務めた人たちも、中共は今どれほど強く、どれほど力を持っていると言っているんじゃないですか。要するに、この人たちは、今の状況を理解していません。中共のプロパガンダに洗脳されたから、アメリカの欠点ばかりに目を向けてしまいます。あなたが納得いくまで、アメリカの欠点を無限に拡大することが中共の狙いです。しかし、アメリカは本当に弱点ばかりなのでしょうか。いいえ、本当は強いのです。 中共もアメリカの手強さが分かっているから、この方法でアメリカに対処するしかありません。なぜマルクス・レーニン主義は挫折だと言われるのでしょうか。人類を滅ぼそうとしていると考えているからです。人間の尊厳を破壊し、世界を赤く染めようとしている中で、最大の挑戦者はアメリカ帝国主義です。ですから、そのアメリカ帝国主義を倒さなければならないのです。そして、中共が長年やってきたことは、徐々にアメリカにバレています。 アメリカは目を覚まし反撃を開始しましたアメリカが反撃に転じた後中共はもうのっぴきならない事態に陥っていますではどうすればいいでしょうかプロパガンダを発動しますこれは中共にとって自信満々でかつ確かなやり方ですつまり中共はアメリカとは小規模の交渉から逃れられず大規模の交渉にもいつか対処しなければならないと知っています しかし、もし私が政治、経済、軍事、文化、技術の各方面はアメリカ以下だとしたら、何をもって交渉すればいいのでしょうか簡単に言えば、中共はアメリカと交渉する材料を作らなければならないのです。どのように作ればいいでしょうか台湾を利用するのです。台湾の周りで軍事活動で嫌がらせをしたり、プロパガンダで認知戦を行って洗脳活動をしたり、さらに台湾侵攻しようとする情報を流したりします。そして アメリカは台湾侵攻させないよう、中京に善意を表そうとして、何かと交換しようかと提案します。要は交渉材料を作ることです。つまり、無から有を生み出す方法です。そして今回、この情報を流したのは、交渉しようとするからです。本当に交渉するのでしょうか。 実は、最終的に交渉する気はなく、実力があれば、進行するけれども、実力がなければ、本気で交渉するかもしれません。時間を稼がなければいけませんから、時間を稼ぐ一方、スマイル外交を使って、あなたの技術や資金、さらに人材を盗みます。というわけで、時間を稼ぎながら、相手を麻痺させるのですすアメリカに対する戦略は以上です。 それから中国国内にこの情報を流したのは何か意味があるのでしょうかもちろん内部的な意味もありますそれは焦点を変えるためです中国国内にはコロナ景気の悪化深刻な失業率と国民の不満白紙革命などなどたくさんの問題がありますこれらはすべて中共にとって色の革命だとされています政権が危ないと認識し始めましたではどうすればいいのでしょうか 昔のやり方、民族主義で動員します。偽りの民族主義で動員して、公民権や国民生活の問題を回避します。すると、人々がつられて、反米、反台湾独立に夢中になり、根本的な問題が中共そのものだということを忘れてしまいます。ですが、最終的に本当に進攻するのではありませんでしたっけもちろんです、万が一アメリカがうっかりしたら、崩壊していたら、 あるいは弱くなったら、その隙間につけ込んで本当に戦うのです。そのため、中共は準備を進めています。マルチターゲットがあるのです。最後に、念のためお伝えしておきます。中共がマルクス・レーニン主義に洗脳された結果を甘く見てはいけません。マルクス・レーニン主義は中国人に、あなたは世界を石化して、世界を支配することができる、と教えているから、彼らも本当に信じているようです。 しかし彼らは自分がやっていることが人の道を外れることがわからないのですたとえ一時的に優位に立てる可能性があってもいずれ失敗に終わるのです過去に数えきれないほど人類の歴史で見られるようにソ連東欧も目の前で崩壊しましたこれは生々しい教訓なので逆の意味で捉えてはいけません 私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。